さあ、それでは続きをやっていこうと思います。すいませんね、ちょっとこっちが。動画の取りだめが全くなくて。あ、しまった。タオルを引き忘れた。タオルを引かないとさ、びちゃびちゃになっちゃうから。水研ぎをね、する際はね、必ずタオルを引いた方がいいです。まあね、お分かりと思いますが、ぐちゃぐちゃになります。なので一旦溶かして、よいしょ。まあちょっとね、今日はどうでもいい話をしていこうかなと思います。まあ、どうでもいい話じゃどうでもよくないんだけど、いやさ、まあさ、軽く説明ね。これラプロスの6000番ですね。でやっていきます。たまに言われます、これどこで売ってますかって。いや、ガマゴリの人だったら教えれるけどたまにね、やっぱりね、聞かれるの、どこで売ってますかって。まあ、大体アマゾンに買えるよ。アマゾンで売ってるよ。割とね、困る質問。どこで売ってますかって。アマゾン。割とね、なんかね、それどこで売ってますかって聞かれるものが多い。たことがね、たまにあるんだけど、答えるのいつもね困るんだよね。アマゾンアマゾンしか言えない。まあ、ちなみにラプロスはまあアマゾンだとかアマゾンで売ってる。まあ、あとはそうだな、プラモ屋さん結構ね、困る質問。まあ本当ね、このラプロスの件じゃなくてもね、よう聞かれるの、それどこで売ってますか、それどこで売ってますか、アマゾン。割とね、悩む質問。なんと答えるのがベストなのかなってね。だって、ね、物は違えど、なんかどこどこのお店に、この辺特有のお店とかってあったりするじゃない、やっぱり。ガマ氷だからある店とかさそういうの、まあ、こっちの方だと、なんだろう、例えばだけど、ジャンボ園長っていう店があってさ、それガマ氷ないのとかね、港南とかさ、ガマ氷、港南なかったよな、ガマ氷ないの、ホームセンターなんだけどね、とかさ、ちょっと待って、違ったもんになってくると、イケアとか言って、いや、イケアねえしな、みたいな。そう、そういうのね、結構ね、質問いつも、返事に困ります。まあ、一番無難なのが結局アマゾン。別にアマゾンご了承するわけじゃないけど、自分がいつもアマゾンでしか買い物しないからさ。うん、大体のもの売ってるからね。いや、なんか割とあれだな、今回このラプロス劣化してねえな。あれ、なんだったんだろう、あの劣化してたラプロス。これ新しいやつ下ろしたんだ。だけどそれもさ、結構前から自分が持ってて、タムタムで買ったやつなんだけど、全然劣化してない。どういう保存の仕方してたのかな。ボロボロ落ちてくんだよね、このなんだろう、この研磨剤がね。切れ味も違うな、削れ具合も。なんか削っててすごい思う、なんか削れ具合が違うっていう感じるもん。やっぱりこうさ、磨いていくとさ、そのツルツルになる時ってわかるのよ、やっぱりこうユーザー肌が取れていく感じっていうのが。だから逆に言っちゃうと、あんまりね、削りすぎてしまわないように気をつけないといけないんですけど、でも作業性がすごくいい。こういうちょっと狭いところをね、研磨するときにはこの角ね、やっぱり気をつけてね、この本当にこの真ん中の辺しか当たらない。なんかすげえ綺麗に落ちるんだけど、
何だったんだな、あのラプロス、本当これすごくいいんだけど、もう結構前に買ったやつだけどね、年単位で前に買ったやつ、なんかそういうあれなんだろうな、温度変化とかが過剰だったりとかしたんじゃないのかな。これはずっと工房に置き去りにしてあったやつだから、削れ具合が違う、すげえサクサク落ちる、手に伝わってくる感じが全然違う、なんだろう。ということで、タムタムで売ってるラプロスはいいよ違うのかな。まあでも保存状態だろうね、多分結構熱が繰り返し、まあ温度、保管温度が変わったとかね、そういうのいろいろあるかもしんない。すげえ落ちる、アマゾンって。でもずっとさ、プライム会員のままだからさ、あれなのかな、どうなのかね、あの送料って本当にかかるのか、どうなんだろう、あんまり知らないんだよね、いつもなんか送料無料ばっかだから。よし、 OK、 こんなもんか。これで一回ちょっとティッシュで拭いてみよう。これでゆず肌が取れていれば。あ、ちょっと剥げたところもあるけど、これの辺はタッチアップしておこう。あ、なんかすげえ落ちてる。いい感じ。あとはコンパウンドで落とせばいいかな。いや、でもまだちょっと甘いな。ちょっと納得がいくまでは取ろう、せめて。全然時間あるよね。じゃあさ、まあこっからはちょっと変な話なんだけどさ、あの友達がさ亡くなってさまあ笑い事じゃないんだけど、なんかまあ本当久々に泣けたわ。なんかまあね、本当すごいいいやつで、だけどね、なんか悲しかったな。すごくいいやつで、なんかね、あの事故なんだって、事故で亡くなっちゃってさ、なんていうか、自分もね、その車の運転まあまあ飛ばすのよ、そういう場に行っちゃうと。だからちょっと気をつけないとなってすげえ思った。なんかそいつが教えてくれたのかなっつって、いやお前も気をつけろよっつってさ、まあね、だから自分はそうならないようにね、そいつが教えてくれたかのような感じでちょっと気をつけようかなってことだからね、皆さんもね気をつけて。やっぱ事故ってどういうタイミングでどう起きるかとか分かんないから、まあそいつはバイク事故だったんだけど、まあ自分バイク乗らないけどね、まあバイクにしろ車にしろさ、やっぱりそういうのは同じことが言えるからさ、まあ皆さんもね、うん、気をつけて。やっぱりでもいいやつがね、そうやってちょっと潔に行っちゃうっていうのは悲しいな。すげえいいやつだったんだよな。でまあね、お通夜に行ったの、それで結局。お通夜に行って、ちょっとね、仕事上、お通夜には参加できなかったから、もう遅れて、後からちょっと夜遅い時間だったけどさ、すいませんつって言って、ちょっと、ね、あの、お願いしますつって言って、行ったんだけどさ。まあ、まあ騒がしかった。すっげえ騒がしかった。子供たちがいっぱいいたからさ、あの、騒がしかったんだけど、まあでもね、なんか、そういうさ、お通夜とかそういうところでね、暗くしんみりとするのもさ、まあその場の雰囲気だから、まあしょうがないのかもしれないけど、やっぱりああいうね、明るい状態で、こう、周りの人がさ、しんみりしすぎない方が、そいつにとっては良かったのかな、とかもね、思いながらね、暗い感じでさ、より、やっぱりね、周りがしんみりするより、ちょっと明るい雰囲気で、こうね、送り出してくれた方がいいかなって、まあ俺もなんかね、思うんだよね、やっぱりそういう風にさ、人のそういうところにさ、行ったりとかするとさ、よく思うの、なんかその、
自分が、ね、そういう風になった時にさ、あの少しでもたくさんの人が、あ、惜しい人が亡くなったなつって思ってほしいなっていうのがある、やっぱりね。まあなんか知らず知らずこうさ行っちゃうっていうのより、やっぱりこう少しでもね、たくさんの人にそうやって言われると、ああよかったかな思う。最近ちょっとそういうのを思い出すんだよな。全然死ぬ気ないけどね。全くないけどね。なんかさ、若い頃ってよくわかんないけど、まあ、いつ死んでもいいやとか思ってたところはあったんだけどさ、なんか年食うと逆だよね。なんかもう絶対死にたくないとか思い出すもんね。なんか、うん。そうやって思われながら、まあでもよかったよ。すごい。なんか、みんなすごいしんみりして空気重たいっていう感じが一切なかったからね。まあ妹さんもいたんだけど、あの妹さんはまあもうやっぱりね、知り合いだからさ、ね、お久しぶりですって言ってさ、話してたんだけど、妹さんとは何十年ぶりかに会ったもんですげえ顔とってびっくりしたわ。でもやっぱり面影は残ってたけど、歯誰とまでは言わんかったけどさ、思わんかったけど、あれあれそりゃ年食うて俺ね、みんな食うから年、それはそれでショックだったまあでもなんかね、そのね、バイクでね亡くなったっていうのでさ、結構やばい具合のあれかなとかも思ったんだけど、あの普通になんだろう、その見た目になんかこう見れない状態っていうわけじゃなかったからね、まだ良かったかなってね。変にやっぱりちょっとこうね、見えない状態っていう風になるとさ、ちょっとね、よろしくないじゃん、それはそれで。まあでも、ああいう化粧をね、してくれる人もうまいことやってくれたのか、なんかいい顔な感じだったから、ああ、よかったとかも思いながら。はあ、やっぱね、いいやつが亡くなるとさ、ショックだよね。すげえショックだった。まあね、皆さんもね、あの本当そういう事故っていうのはまあね、自分からっていうのはね、まず起こさないようにね、気をつけましょうね。もう人からっていうのはもうね、どうしようもないから、いくら気をつけててもさ、相手から突っ込まれたらもうよしだからさ、まあそれはしょうがないにしてもさ、まあでも本当ね、自分でねがやらかさないようにだけ、まあ、気をつけて、やっぱり後に残される家族とかのね、そういう親族の方もねいらっしゃるんでね、まあ、その連れは連れでさ、子供お子さんもあのお嫁さんもいたからさ、ちょっと気の毒だなってすげえ思ったけど、まあ本当気をつけましょう、お互いにね。皆さんちょっとそれを聞いた帰り道にこうさ、なんかあのよくあるじゃない、その事故現場とかでさ、なんかこう 何々対バイクみたいな感じでこう白い看板にこう書いてあるよ、の事故がありましたみたいな、おいまさかここじゃねえよなとかって思っちゃったもん。なんかすごい、いや、なんかちょっと敏感になってしまうというかね、そういうのとかちょっと勘ぐね、全然関係なくても勘ぐっちゃうみたいなさ、ちょっと待ってよ、ここじゃねえよなとかさ、またそのさ、帰り道がさ、もうね、人も全然通らん、超田舎のさ、真っ暗なところなの。もう Google ナビで行ったよ、もうほんと。真っ暗でわかんねえしさ、行きも帰りも同じ道のはずなのに、行きも帰りも別の道で走ってるかのような気分だったもん。そうしたら、そんな看板が出て、マジか、ここじゃねえよな、とか思ってさ。あまりね、そういうのを詳しくはさ聞けなかったからさ、どこでどうだったとかああだったとかさ、そういうこと聞けなかったからさ、まあ別にいいんだけどね。まあ本当気をつけましょうね。楽しいプラモデルが作れなくなっちゃうよ。まあそのね、生きる死ぬとかじゃなくても、やっぱりね、怪我だけするだけでもね、それだけでも本当ね嫌なんでね、楽しい趣味をするためにも、まあ事故以外にもね、やっぱり病気とかそういうのもね、ほんと気をつけてね、
私もね、最近ちょっとそういうの気をつけて、なんかあの体にいいものを摂取するように心がけ始めたのでね、皆さんもちょっとそういうのはね、心がけていった方がいいかなと思います。まあって言ってもね、結局は、あの、ちゃんとしたものを食べた上で、そういうのの補助をしていくっていう形になるんでね、私みたいにね、好きなもん食べまくって補助するっていう、ちょっと効果が薄い。まあしないよりいいだろうみたいな感じでやってるけどさ。よし、綺麗になった。オッケーオッケー。ああ、綺麗になった。ああ、オッケーオッケー。ゆず肌取れたぜ。いい感じだ。まあ、このぐらいにしようか。なんかあんまりやるとめくれてきてしまいそうな気がするわ。タッチアップも限界があるからな。まあね、ほんと皆さん気をつけましょうね。まあちょっと暗い話にはなったけど、あの、ほんとね、視聴者さんでもね、最近こう触れ合う機会がね、ほんとに増えてきて、秘密基地にもね、来てくださる方ね、たくさんいらっしゃるんで、まあそうなるとね、やっぱり、ね、遠方から来られる方も結構いて、帰り道ね、結構心配にはなってますんでね、気をつけてくださいね。ね、鍋さんに会いに行った帰りに事故っちゃったとかね、怪我しちゃったとか、まあ最悪な事態が起きちゃったとか言ってもね、すごく嫌なんでね、また次もね、会えるように気をつけて来てください。遊びに来てね。よし、ということで今回ね、ラプロスで磨いたような感じなんですけれど、これ6000番って分かんないね。これ新鮮なラプロスを使うといいですよ。じゃん、今日のサムネ。よし、ではね、どんどんね、進めていこうかなと思いますね。とりあえずこいつができちゃえば、またね、どんどん上に乗っけていくことができますんで、どんどん仕上げていこうと思います。ではまた。せーの。